シートン・デラバル・ホール中央棟を西から見る。ジョン・バンブラによる設計図、シートン・デラバル・ホールはイングランド、ノーサンバーランドにあるカントリーハウス。シートン・スルースとシートン・デラバルの間に位置し、1718年に海軍帝督、ジョージ・デラバルにより、ジョン・バンブラ教の設計で建てられた。デラバルの一族はこの所領をノルマンコンクエスト時より所有していた。デラバルは 海軍の帝徳として獲得した巨額の報奨金をもとに一族の男からこの土地を買収した。安城時代には外交施設にも任命されている。帝徳はこの邸宅を近代的なものに回収させるためにジョン・バンブラに依頼を行ったが、バンブラは建物を見るなり、回収は不可能であり、邸宅に付属して存在したチャペルを除いて取り壊すべきだと進言した。 新しく完成したカントリーハウスはバンブラの代表作かつ最後の作品となった。建物はイングリッシュバロック様式に従い設計されており、これはバンブラがヨーロッパ大陸におけるバロック建築から発展させたものである。主ネには寄品室が設置されており、左右に配された建物には東に旧車が、西にはキッチンなどのサービス用設備が設けられている。 1728年に建物が完成して、以降不幸が続いた。設計者と主人は共に、邸宅の完成を見ぬまま亡くなり、その後を継いだ後継者も若くして死去している。1822年には、中央棟が火災に襲われ、大部分が消失し、その後1862年から63年にかけて修復された。 1959年にも修復工事が行われたが、1980年代まで、館には主人が存在せず放置されていた。160年過ぎて、現在の持ち主であるエドワード・ヘンリー・デラバル、アストレーが西島に住むようになった。外部はイングランドにおける初期バロックの代表作としての美しさを保っているが、ステートルームを中心とした内部は火災による損傷が、現在も、 完全には修復されていない。ありがとうございます。